古い写真みたいな空の色。約束の場所、きっと遠くない。あ、ベラシーラ、藤沢くんの翼。あの塔まで私は行くんだ。激しい激しい熱や喘ぎの間からお前は私に頼んだのだ。銀河や太陽、危険などと呼ばれた世界の空から落ちた雪の最後の一雨も、二切れの見たる石材。あの頃僕たちは二つのものに憧れていた。沢渡さゆりと海峡の向こう、ユニオン占領下の北海道にそびえるあの巨大な塔。すごい飛行機。そうかな。これで北海道の塔まで行くんだ。ねえ、じゃあ約束。約束。転校した。結局僕たち二人ともよくある片思いだったんだと思うしかなかった。でもねえ、気づいて藤沢くん。でもなぜか今でも誰よりも近いと感じる。さゆりの病気とユニオンのやろうとしていること関係があるかもしれない。もう来ないで。私、藤沢くんの考えてること全部見えるの。さゆりを救うのか、世界を救うのか。世界は本当に綺麗だけど、でも寂しくて寂しくて不安で、私だけが世界のいろんな温かさや優しさや楽しさから遠く遠く離れている。そんな気がする。何もかも今度こそ取り戻すんだ。